年収税なんて言葉ありませんよね。でも所得税という言葉、これは皆さん知ってると思います。そうなんです、皆さん今日ね、お金持ちになりたいですよね。ただ所得を頑張ってあげたとしても税金も一緒に上がっちゃうから絶対にお金持ちになりません。今日はこのからくりについて中学生でも分かるぐらい10分でまとめてアニメーションしますけども、この10分を見るだけで、これ煽りとかおとりとかじゃなく、釣りとかじゃなく、マジで生涯数千万数億円変わってくる人めっちゃ出てくるので、必ずしっかりとメモとペンを用意して見てみてください。いきますよ。まず会社員の皆さん、例えばですよ、分かりやすく今回は1000万円で言いますけども、年収数百万円の人も全然該当しますので、しっかり見てくださいね。例えば1000万円程度の年収の方がいたとしましょう。だいたいこの人の手取りは700万円程度です。あれ、ということは300万円ぐらい税金で取られてるかなと思いますよね。でも考えると、会社は従業員の社会保障を半分負担してる。だから1000万円であれば120万円ぐらい会社が社会保障を負担してる。ということは会社があなたのために支払ってる年収は1120万円なんです。なのであなたは本当は会社から1120万円もらえてるのに700万円しかもらえてない。そう、420万円が実は国に取られてるんですよ。それなのに国と言ったらコロナ予算で消えた11兆円、ね、海外視察と言って昼間から飲んで観光してるバカ議員たち、普通の会社員は会議中寝たら大変なことになりますよね。でも毎日国会や議会で寝てるのは年収数千万円の議員たち。こんなことならいっそのほど税金なんて払いたくないと、ね、でもそんなのはダメです。税金はルールですから。ただ知ってますか、このルールを作った人たちは自分たちに都合がいいように作ってるんですよ。ただその都合、その仕組みさえ分かれば、年収数百万円の会社にだって税金を減らすこと、いや無税にだってできるんですね。そうです、税金は無知の罰金、ルールに基づいて節税は可能なんですよ。今日はこのルールを中学生でも分かりやすく説明していきますよ。まず皆さん、会社員は家賃やスマホ代、交通費とか旅費、自分の手取りから出してますよね。それがまずそもそもで終わってんねんと、ね、イメージはめちゃめちゃ簡単です。蛇口があると考えてください。そこから水が出てるとしましょう。その水があなたの給料です。その蛇口の下には3つバケツが縦に並んでます。一番上のバケツは税金を引くための水を貯めるバケツ、課税所得をバケツですね。2段目は税金を払った後の水が流れて手取りが貯まるバケツ、可処分所得のバケツです。で、三つ目がいろんな生活費を手取りから払った後貯金ができる、毎月貯金が貯まるバケツ、貯蓄バケツですね。皆さんはいつも一つ目のバケツに毎月水、そう、給料を例えば1000万円流して、そこから税金300万円ぐらい払った残りの水が2段目のバケツに流れています。この手取りバケツに残ったお金からスマホと本代や家賃とか交通費、壁とか飲食代、例えば600万円ぐらい使えますよね、普通の人も。それを払って3つ目のバケツに入る水はもう水滴程度、だから100万円ぐらいしかないんですよ。だいたい1000万円の人もこんな程度だと思います。これが問題なんです。年収を上げようと頑張って蛇口の水をいくら増やしても税金に流れる水も増えるため、実際はほとんど下のバケツに行く量が変わらないんです。そこで1段目の課税所得バケツと2段目の可処分所得のバケツを入れ替えてみましょう。給料が入って、そこから経費を払って、2段目の水には400万円が流れます。税金は400万円に対して100万円程度絞り取られますが、あれ、3段目のバケツには300万円残ってますよね。あれ、何これ、こんなの許されるんですか。当たり前です。まず事業届を出して副業を始めましょう、ね、そうすると例えば仕事をするために使った、場所代金や PC 代金、あれ、スマートフォン代金や打ち合わせとかで使ったカフェ代金、飲食代金ね、絶対交際費ですよ、全て経費として計上できます。例えばここで600万円経費ができたとしましょう。そしたら会社員では年収1000万円会社員として300万円今まで取られてました。ただここに600万円の事業赤字をこの収入とガッチャコするんです。そうすると年収1000万円から600万円が消えて400万円の年収になるわけですね。税金は400万円に出して100万円、あれ、税金200万円取られすぎてるから返せよと後から申告することができるんです。これが確定申告です。めちゃめちゃわかりやすいようにね、大まかに話しましたが、大枠はこんな感じです。これを
損益通算と言うんですね。会社員は副業で失敗するということがないんです。なぜなら失敗したら税金が確定申告すれば戻ってくるから。だからあれだけね、URU で副業するとか会社員だったとしてもね、自分で事業始めるみたいなね、そういうバンバン挑戦する人が集まる、これが理由なんです。いいですか。頑張って年収を上げようとして残業をして休日出勤をしてね、一生懸命毎日働いても結局一番喜ぶのは寝てる政治家たちなんですよ。全て税金でそちらに回ってしまいます。こういうこと学校で教えてくれましたか？教えてくれないですよね。昔先生言ったら覚えてます？皆さんね、社会に出て困らないようにしっかり学びましょうと。だから国語の授業あった、体育の授業あった、算数の授業あった、でもお金の授業、税金の授業全くないですよね。社会で一番使うこの授業をね、なんで教えてくれないか、当たり前なんですよ。こういったルールは都合のいい人だけに向けて作られた都合のいいルールなんですよね。だから絶対に誰も知られたくないんです。知られたくないから教えないです。自分から教わりに、自分から知りに行かないと絶対に誰も知らないです。ほとんどのバカを見てください、世の中も。今ね、この皆さんがこの動画を見てる間に家でね、なんかお尻かきながらバカみたいなネットフリックスとかね、バカみたいなお笑い番組見てね、で一生懸命口のね、国のね、文句を言ってんだけども、結局そいつらはただのアホなんですよ。一生懸命明日まで仕事に行って、結局そこで稼いだお金はバカみたいに寝てる議員たちに使われる。こういうことをずっとやってるから、てめえがいつまで経っても変わんねえんだと何回も言ってんじゃん。すいません、あの昔の竹穴の口調が早口でちょっと出てまいりましたので、反省します。このままやってきますよ。丁寧にやってきます。では次はですよ、今個人事業主の話をしましたけども、副業とかね、そうじゃなくて法人活用での例、これがマジで莫大なんですよ。会社員でもプライベート法人、そうプライベートカンパニーとか言われてますね。別名自分のお財布にする法人を作った方が生涯数倍、大げさじゃないですよ、生涯数倍数十倍の手取りが変わってきます。前述しましたけども、年収1000万円の人は手取り700万円ぐらいって言いましたよね。税金が300万円なのではなく、120万円社保、会社が負担しているので、本来会社があなたのために払っているお金は1120万円、よって420万円、毎年毎年国に取られてるんですよ、ね、これ今1000万円として分かりやすく言ってますけども、実は300万円とか400万円の人も全然使えるスキームなので、法人というものはね、後ほど言ってきます、どう使えるのか、ね、今から言うこと実際に実践してみてください。明日社長とか上司にこう言ってください。僕独立したいんですけども、法人作るので、今まで1120万円僕にかかってましたよね、1120万円いらないです、ただ120万円の社保分、これ半分ずつしましょうと、1060万円ぐらいで今の業務投げてくれませんかと交渉してみてください。これを断る会社頭悪いです、正直ね。僕も大手に勤めてましたが、優秀な人って自分で個人事業主とかね、自分で会社を作って今まで会社から受けてた業務とかをそのまま委託で受ける人ってめちゃめちゃいるんですよ。で売上も給与所得として1000万円受けるのではなく、法人として1000万円受ける。そしたら分かりやすく、今から言ういくつかの方法で税金なんていくらでも消せるんです。消せるという言い方悪いですね。税金というものを節税できるんです。まず一つ目は所得分散です。例えば1000万円をそのまま利益で残すと、半分くらい法人税で取られちゃいますよね。じゃあそれが嫌だって言って、1000万円を逆に役員報酬として払って1000万円なくしたとしましょう。そしたら今度役員の個人所得として、結局は会社員の時と同じ会社負担分の社保も入れたら400万円以上を税金で取られますよね。じゃあこうしてください。1000万円の利益から日頃の経費、例えばいろんな経費ですね、700万円かかったとしましょう。そのぐらい普通にかかるんですよね。残りは300万円です。残り300万円に税金、まあこれぐらいなら、いやいやまだこれも消したい、消したいという言い方悪いですね、また第2回目ですね、節税したいというのであれば、母親を100万円で年収雇って、領収書の整理をお願いしてみたらどうですか。妻を100万円で雇って SNS の運用をお願いしてみたらどうですか。で残り100万円、残り自分に役員報酬で100万円振り込んだらどうですか。合計300万円を会社から払い出す、それぞれにですね。そうするとほぼ無税になりますよね。なんでか、この国というものは税金っていうものはですね、所得が高い人は高い税金がかかって、所得が低い人はほぼ税金かかんないんです。であれば極論ですよ、極論、1000万円の利益があったとしようが、母親にね100万円、妻に100万円、兄弟に100万円っていう感じで、実際に10人雇って1000万円払ったとしましょう。
実質税金ってほぼゼロに近い金額です。そう、一人で1000万円をもらうと社保の会社負担分も入れて税金で400万円以上取られますが、10人で100人に分散すると1円も払わない、まあ、ほぼ無税になるんですね。何度も言いますが極論の計算ですよ。もちろん雇用するには先ほど言った業務の実態を作らないといけないですが、ただ実際に業務なんてものは世の中に会社を作ったらいろんな実態なんて作れますね。それが俗に言う家族を雇用しなさい、ね、会社を作って家族を雇用しなさい、兄弟を雇用しなさいという、これが理由、それが所得分散です。先ほども言いましたが、これ1000万円は分かりやすく例えて言ってるだけで、こんな1000万円とかね、高所得層向けだろうと思ってるかもしれないですけども、年収が300万円程度の会社の人でも結局手取りは240万円、60万円ぐらいは国に払ってるんですよ。皆さん、この程度の年収の人でも法人化するべきなんです。なんでか、例えば今合同会社なんて会社の設立10万円でできます。さらに決算毎年かかってきますので、これは会社の維持で20万円ぐらいです。わかりますよね。だいたい30万円、25万円から30万円ぐらいのコストで毎年ですね。だいたい法人というものは維持できるんです。じゃあそれに対して所得分散、先ほど言ったね、それとかこれから今から説明するこういった手法を使えばもうほぼ無税になるんです。なので300万円会社員の給料としてもらっている人は60万円払わないといけないんですよね。でも実際にしっかりと自分のお財布法人を立てて300万円を給与としてではなくて売上としてしっかりと自分のプライベートカンパニーを立てて、確かに法人に年間30万円かかるかもしれないけれども、300万円を売上で受けて節税をしっかりやって税金を消せれば実質出てくるのは30万円だけですよね。ということは60万円と30万円、この30万円から35万円ぐらいの実質毎年手取りが増えるんですよ。10年間で考えたら350万円ですよ。全然大きいですよね。これをやるやらないで全然変わってくるんです。毎年1回ハワイ旅行行けちゃいます。だから毎回言ってるようにね、低年収のやつというものは低年収になるべきしてなってるんだよ。なんでか、こういうちっちゃいとした知識をね、俺みたいな人間が無料でこんだけ発信してるにもかかわらず、それを見ずにバカみたいなネットフリックスを見てね、バカみたいなお笑い番組を見てね、ダラダラ毎日を過ごしてね、あ、国の文句だけ言うみたいなね、アホみたいなやつばっかなんですよ。だからてめえらはいつまで経ってもそこにいても、俺はここ、すいません、また昔のね、竹山の亡霊が、最近ね、コントロールできないですよね、これね。ちょっと気をつけます。ただ、次行きますよ。次に、旅費規定です。また先ほどの例で分かりやすく、1000万円稼いで、700万円経費で300万円利益が残った。まあ、普通のね、利益率 30% ぐらいと、事業だと考えて、しましょう。所得分散をしないでも、旅費規定を使えば、これも節税になるんですよ。例えば皆さん、会社員の方もそうですよね。出張に行くとき、いろんな経費、宿泊代金とか交通費とかね、本来なら家で自炊できたのに外食費がかかっちゃいますよね。これらの領収書をいちいちね、会社に提出したりとか管理するのも会社にとっても、これ面倒くさいですよね。どっちにも面倒なんですよ。なので一律、例えば出張だったら1日あたり1万5000円支給するよとか、役員だったら2万円1日あたり支給するよとか、そういう規定を作ることができるんです。これを旅費規定と言います。では年間150日出張に出かけてみてください。役員の方、2万円かける150日なので300万円が一律の経費として会社からあなたに振り込んでいい分なんです。しかもあなたは旅費規定に基づいて支払った分は所得税の対象外になるので無税で個人に振り込むことができるんです。これはもうルールなんです。あれ、300万円の利益がなくなって法人もゼロになった、あなたも300万円の所得を受けたけども所得税はゼロ、こうやってずっと無税で生きることもできますよね。規定通りにしっかりいけた、これは極論ですけれども、このちゃんとした金額であったりとかの査定はしっかりと自分で考えてくださいね。僕もね、実はリクルートで働いてた時もほぼ海外出張だったんで、結構この出張手当みたいなのもらってました。皆さん、旅費規定なんてマジでググれば1秒で出てくるし、1秒でダウンロードできるので、これをダウンロードしてパチッと反抗してそのまま会社に、ね、保管しておく、これだけでできるものなんですよ。これすらも多分君たちはやらないんでしょう。やらないんでしょう。非常にもったいない。じゃあ今からどういう法人を作ればいいのか、まだまだ税金対策できる、〇〇規定とか〇〇手法とかフル動画とか説明動画については、これはね申し訳ないんですけども、 URU のオンラインビジネススクールのみで公開しています。年収500万円なら竹穴さんどうやって節税しますか。
年収500万円なら皆さんどうやって節税しますか、ね、フリーランスの方、業務委託の方、会社員の方でもいいですわ。こんな当たり前余裕だよ ね、 ね年収500万ってことは400万円ぐらいが手取りなんですよね。だから100万円ぐらい税金で納めてるのかな。でも実際は社会保障もあるから150万円以上は納めてるんだよね。だから500万円払い出してるってことは550万円ぐらいはあの会社が払って570万会社が払ってるわけだから、実質100万円皆さんが税金払ってるんじゃなくて会社も70万円払ってるから170万円本当は会社は皆さんに払い出してるのに皆さんは手取りが400万円なんだよ。ということは170万円税金払ってるんだよね。じゃあ170万円払ってるんですよみんな。俺だったら年収500万円だったら合同会社を建てますよ。合同会社建てて妻と、お母さんと兄弟一人と自分の役員報酬それぞれ100万円に設定します。でそれぞれに100万円でこうやって給料を払い出すんだよね。そしたら所得が100万円以下だったらほとんど税金がかかんないから、500万円あった利益っていうのはそれぞれに100万円でこれも税金かかんないから400万円が消えて100万円会社に残りましたよね。じゃあ残りの100万円どうしますか。じゃあ10万円ぐらいの家賃大体の人住んでんだよね。じゃあ10万円の家賃から5万円ぐらいを家賃を、ね、半分してこの家の半分ぐらいオフィスで使ってますという申告を出して60万円年に、経費化します。じゃあ100万円が60万円消えて40万円消えまして、まあ40万円ぐらいだったら普通に接待交際費とかそこら辺のね会議費とかでカフェ代とかさ、あと出張費とか消えますよね。あれそしたら500万円あっても今1円も税金払ってないですよね。あれ普通の会社にいくら払ってた、500万円の人で100万円払ってるんですよ。っていう計算ができないんでしょみんな。だよね、そうやね。で、まあ、会社にするとね均等割で毎年7万円かかるけど、まあそれだけやね。7万円だよ、100万円じゃない、7万円だよ。その循環みんな一家一族としては手取りめっちゃ増えてる。お母さんがなんでパートで8万円で頑張ってね何時間も働かせてんの。そしたらお前これやったらお母さん使えよって。パートで8万円で年間96万円しか稼いでないけどお前100万円払ってんだったらそのお母さんにあげた方がいいや。お母さんね、こうやってせんべい食べながら寝ながらね同じことやってね、なんでみんなそんな頑張りたいのかマジで分かんないんだよね。そんな頑張って税金払いたいですか。そんな頑張ってなんか、ね、税金払ったらアメリカみたいになんか表彰されたりとか、なんか頑張って税金払ったら救急車が早く来るとか信号が早く変わるとかそういうことなの。違うでしょ。税金って一番投資効率の悪い投資だよねと。まあ払うべきものの義務だけど、払わなくていいものは払わなくていいじゃん、思いませんか。まあでも本当にさっきの話だけど、もう貧乏っていうものはね貧乏になるべくしてなってるんですよ。そうやって本当そうなんですよ。こういう知識ってちょっと調べればわかるのに、周り俺だってさ、周りが多分寝てる間にね、なんかそこら辺でバイバイ飲み歩いてる間に普通にこうやって勉強して調べたらただお金が貯まってんだから、普通の人が80年ぐらい今後働くんだろうね。俺全く働きたくないから働かないです、はい、ということなんですよ。本当にね、自分でなんかこういうことをできない人ってだから税理士に頼んでね、税理士なんてマジでクソだからね。本当に正直もうごめんね、この4500人ぐらいの中に税理士ってめっちゃいると思うんで、でもはっきりはして税理士なんて頼まないで、まあ、そこら辺の店舗だったら自分で今フリーのオンライン決算でできるからな。それをやらないからなの。なんか行政書士に頼んでね20万とか30万かけてお前フリーでやね、自分でこうやって定款とか普通に作成できたら普通に15万円ぐらいでできるからな。30万とかかからんぞ。それをあんたらは知識がないからそうやってかかるだけで、イコール知識をつけるということは確かにねリターンの悪いあのリターンがないと思ってるかもしれないけど、実質的な莫大なリターンやね。こういう税金の知識だってさ、今みたいに500万どうしますかって、俺500万年収もらってたら1円も払う気ないもん。1円も払わなくていいもん。でもそれは分かんないでしょ。でもそれはなんでかっていうと、そういう知識がないから。じゃあ知識を学ばないということは結局はすごくもっと不効率なリターンになってませんか。皆さんもやっぱり知識が一番投資効率がいいものですよ、はい、と思います。で今回はですね、これに加えて、個人の税金というものは限りがあるんですよ。限りが。そこでしっかりと法人化、マイクロカンパニー節税なんて流行ってますけれども、このマイクロカンパニーを今からいる全員がですね理解をすれば、これはっきり言います。こんなこと言ったら正直怒られるかもしれないですけども、はっきり言いますが、1円も税金なんていうものは納めなくてもいい人生になります。これ嘘だろだけやなと思うかもしれないんですけども、ありえますから大丈夫ですね。で今回ですね、経費計上とか会計の基礎、まずそもそもこの基礎がない人が本当に多い、これが一つ。
して2つ目に、じゃあ皆さん設立するときにみんな難しいとか思ってるかもしれないですけど、めちゃめちゃ簡単です。 OK ですね。朝食作るより簡単なので、この時の裏技とか注意点、これ2つ目で、実際に3つ目に節税のメリットの活用、あとは税務調査の理解ですよね。で4つ目に税理士の使い方徹底的にマスターしてください。で今から本当に言いますけども、皆さんが法人を作ったら皆さんは税理士を雇わないといけないと思ってるかもしれないんですけども、税理士なんていうものは雇っても雇わなくてもどっちでもいいんですね。っていうことは月に3万円雇う税理士を自分でできるようになれば、税理士なんて決算申告の代行業者として使えるだけで、ごめんね、ここに税理士めっちゃいると思うんだよ、正直な話ね。税理士の方いる上でもう承知の上で言ってるけども、税理士なんていうものは代行業者で使って結構ですこれ本当ですから。なのでこれを自分でできるだけで月に3万円払わなくていいということになりますので、しっかりと聞いてください。まず、一番上の経費計上会計の基礎、皆さん、これをやっていきましょう。これ淡々と話していきますよ、税金なので。まずですね、前回も言いましたが、個人事業主と法人の経費の違い、これ皆さん、前回の、あの話覚えてますか。まず個人というものと法人の違いは直接的か間接的か、これが違いです。個人で経費を作るとき、法人で経費として認められるとき、ね、個人での経費というものは直接性がないと認められないと前回言いました。例えば皆さんが、大家さんをやってるとしましょう。不動産を所有して賃貸に出したいとしましょう。 OK ですね。で皆さんが個人でやるんであれば、不動産を賃貸に出してくれる人は不動産屋さんですよね。皆さんの物件を賃貸に出してくれるのは、客付けしてくれるのは不動産屋さんですよねそうですよね。ただ不動産屋さんにこれ折り返しを持ってっても、皆さんの不動産を借りて皆さんに売り上げ上げるのは誰ですか。お客様、このテナントなんですよ。ということは直接的利益は不動産屋さんから得てないから、この折り出し経費というものは認められません。間接的な人たちだから。わかりますね。ここまで OK ですか。大丈夫ですね。ただ一方で法人だとどうでしょうと。法人だとですね、この経費の認められるという幅が大きくなるわけですよ。なのでこういった折り返し代金とかも全部経費として認められますよ。なので一つ言いたいことは、個人事業主として、前回のセッションをやって個人事業主としてやってもいいんです。ただ個人事業主だと経費として認められる枠というものがめちゃめちゃ少ないんです。法人にした方が経費として認められる枠というものが広がる、認められやすくなるということを覚えておいてください。これまず一つ目、法人設立のメリットです。 OK ですね。でじゃあ税金ってどういうふうに違うんだっていう話ですけれども、まず税金、個人のところは所得税は変動します。稼げば稼ぐほど累進課税なので高くなります。変動式です。法人税はどういうことかというと、いくら稼ごうが稼なかろうが利益に対して一定割合です。 OK ですね。この利益に対して一定割合というのは、だいたい利益800万円以下は、まあ、あの法人税と所得、あの住民税を全て含めてですね、だいたい 25% ぐらいです。800万円を超えた分に対しては 35%、 いくら稼ごうがだいたいこんぐらいですよと覚えておいてください。 OK ですね。で、これですね、よくじゃあいくらから個人じゃなくて法人化した方がいいのって話ですけれども、大体もう今からしっかり言うことをしっかりやるというスキルがある人は、もう500万円ぐらいの所得がある人はもう法人化した方がいいんです。むしろ400万円でも300万円台でも法人化した方がいいと思ってます。これなぜか、しっかりと法人として経費で計上すれば1円も税金払わなくていいからなんですよ。 OK ですね。これ後でどうやるか、それは言ってきます。OK ですか。でここで次、基礎としてです。基礎として、これ見にくかったら皆さん言ってくださいね。 OK ですね。これコメントをください。あの分かったら分かったと。まず基礎として、キャッシュフローと経常の理解をしないといけない。この左下の部分ですね。キャッシュフローと経常って何かっていうと、例えば皆さん自分が酒屋さんをやってると思ってください。お酒屋さんです。で飲食店とかに卸すとね、考えてください。 OK ですね。 OK ですね。はい、まず1月に皆さんは皆さんのお店のお酒を1000万円販売しました、ね、でもこのお店、買ったお店はその月じゃなくて3月に支払いをしますと考えてください。 OK ですね。そうすると皆さん側は売掛金として、2月3月に、まで2ヶ月間売掛金なんです。
ね。で、逆に買った人は、これ、買掛金で、2ヶ月買ったのに払ってない状態なんですよね。ここまで分かりますよね。簡単ですよね。OK ですね。で、もし、これ、決算が2月の時って、1000万円のお酒を販売したんだけど、1000万円受け取ってないじゃないですか、お客様から。なのに、2月で決算で、1000万円の売り上げとして計上されちゃうんです。何が言いたいかというと、お金の流れ、キャッシュフローと計上というものは違うということを覚えておいてください。これはもう法人も個人も一緒です。意味わかります？ここまで大丈夫ですか？大丈夫そうですね。OK ですね。だこういうキャッシュフローと売上計上というものを理解する。まずね、お金が出たからといって、その時点で商品が売れた時点でも売上なんです。お金を受け取った時点で売上じゃないんです。大丈夫ですね。発生基準ということですね。そうですね。で、2つ目。ここからですね、法人の時に気をつけないといけないのが、資産計上を避けるのが基本です。資産計上を避けるのが基本。資産計上を避けるというものは何かというと、例えば皆さん500万円の現金を持ってますよね。じゃあ500万円のパソコンをヒカキンさんみたいに買いましたと。ね。そしたら、決算後に、ね、じゃあ、500万円の現金をこのまま置いといたら半分ぐらい税金で取られちゃうから、500万円何か買わないといけない。じゃあ500万円のパソコンを買ったと。ね。500万円のパソコンを買って、じゃあ決算終わった後にこのパソコンをまた490万円で売った。こういうことができちゃうじゃないですか。ね。そうすると誰もお金、税金払わないですよね。だから、国はですね、これを資産計上という計上を、マストにしてます。OK ですね。で、この資産計上というものは、未来も使える10万円以上のものは、大体資産計上されると思ってください。OK ですね。だから皆さんがお金があって、経費を作りたいとき、その買うものが、未来も使えて10万円以上だったら、それは経費で落ちなくて、資産計上されちゃうものだよ。で覚えておいてください。これ未来も使える10万円以上のものって、例えばホームページだってそうですよね。そうですよね。ずっと使っていくわけですよね。だからプログラミング資産とかになるわけですよ。OK ですね。だから例えば500万円とか買っても100万円、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 100万円。今期は100万円、来期100万円。これを減価償却とか言いますよね。わかりますか？大丈夫ですか？ちなみに決算直前の月に買ったら100万円どころじゃなくて8万円しか落ちないですね。月ごとにこうやって割られていくので、ここまで OK ですか？大丈夫ですか？これが基本的には、基本計上です。会計の計上です。 OK ですかね。で、次です。じゃあです、皆さんに問題です。例えば先ほど言いました、現金が何かに変わった時に経費にならない時がある。これは何でか、決算でね、なんか使って車とか買って決算超えたら車売ったら結局現金また残るから、これっておかしいよねという話ですね。じゃあ例えば皆さん、オフィスを借りるとき、賃貸のオフィスを借りるときに、だいたいですね、商業施設とかオフィスっていうのは敷金とか保証金が1年分あるんですね。じゃあ月に50万円の家賃のオフィスを借りるときって、請求書でだいたいこうやってくるわけですよね。家賃が月に50万円、敷金保証金で600万円。で、考えてください。1年間で合計すると、その年に1200万円払ってることになりますよね。50万円かける12ヶ月で600万円。で、敷金保証金で600万円だから。1200万円払ってるんだけれども、実際にこの600万円は、600万円という現金が、600万円の保証金として預かられてるだけなので、これ経費に認められないんですよ。なのに、この600万円に対して、税金はかかってくるわけですよね。これ意味わかりますよね、皆さん。じゃあこれってどうしたらいいですか？どうしたらいいと思います、皆さん。わかりますかね？これ今から言うことって、今さっき言った基礎がある方は賃貸とかの請求書もこうなるんです。例えばオーナーに敷金とか保証金はゼロにしてほしいとね。だから家賃をその分上げてくれと、家賃その分上げてくれと。というと、家賃が100万円になって、1年間の合計は1200万円だから変わらないですよね。皆さんわかります？変わらないんですよ。こういうふうなことを、ただただ不動産会社にもらった請求書をただただ払ってる方ってめちゃめちゃ多いですよね。店舗の方、それが100店舗あると思ってください。100店舗あったら、保証金だけで全部資産になってるんですよ。でも現金は自分の口座にないんですよ。なぜか預かられてるから、保証金で。なのに税金はかかってくるわけですよ。
そうですよね。だから保証金とか長期資産で残るので、避ける交渉をまず行ってください。これ、とにかく資産化されないように頑張ってくださいということです。OK ですか？はい。これ一つ目。で、二つ目、これはよく言ってます。例えば工事業者を呼んだときね、工事一式とかいう請求書で120万円かかったとしましょう。これ120万円、これ資産です。120万円という現金が120万円の工事の壁とか床に変わっただけですよね。じゃあこういう風に変えないといけないですよね。椅子とかを6万円かける10、机とかを6万円かける10、こういう請求書で出してください。だって工事業者からしたら変わんないじゃないですか、もらえる金額。そうですよね。だからイコール120万円、同じ金額ですね。だから資産化じゃない証明を請求書でも行ってください。こういう知識がある内で、請求書が来ました、それをどう払うか、どういう項目で払うか、これいちいち税理士さんは皆さんにアドバイスしないですよ。一切しないですよ。皆さん、税理士は皆さんがもらった請求書を見て勝手に振り分けるという作業しかしないので、皆さんにこういう請求書のもらい方をしてくださいなんて言いません。言いません。だから皆さん知識があるのであれば、今みたいな形状にもらえるように交渉をするというものがすごく大事なんです。大丈夫ですか？相手の経理上何が問題あるんですか？ないです、ないです。大丈夫です。ないですよ。はい。はい、皆さん、今ですね、MDS のあのプロマーケターがやってるインスタの無料個別コンサルなんですけれども、ちょっと受付数が多すぎてですね、一時的にあの申し込み、停止してますので、今後はですね、招待を受けた方のみか、またはですね、しっかりと今から言うことを理解している方のみの受付とします。で、当たり前なんですけども、これはですね、僕らにメリットなく SNS の無料コンサルなんてするわけはないんですよね。なので、今から言う4つのことの、まあ、1つでも当てはまってれば、その方のみ、受付できるということなんですけども、まずはですね、1つ目は、弊社のインフルエンサー事業で企業からの PR 案件が今多すぎるんですよ。で、インフルエンサーの登録数が足りてないんですね。インフルエンサーってちなみに何かっていうと、企業がこんな商品とか事業を PR してって言って、まあ、それをインフルエンサーに拡散とかね、PR 投稿してもらって、その人も、報酬もらえるってことなんだけども、大体ですね、1フォロワーあたり 1.5 円から2円ぐらいが相場なんですけども、5000フォロワーぐらいいると、毎月10万円ぐらいで、1万人フォロワーぐらいいると25万円ぐらいもらえるっていう、まあ、お仕事なんですけども、もちろんですね、このインフルエンサーの登録も、無料のコンサルも全部無料なんですけれども、もしですね、しっかり5000フォロワーぐらい超えたら、弊社のインフルエンサーにしっかり登録して、もし企業から PR 案件来たら、これの拡散協力、もちろんお支払いしますから、拡散協力をしてくれる方、これがまず一つ目です。で、または、弊社の事業とかサービスっていうものは、代理店様を活用してこうやって全国に拡散いただいてるわけなんですけれども、この代理店様も、これ結果を出す代理店様ってもう自分で自社コミュニティを持ってる人たちなんですよ。なので、僕らの個別コンサルとかで、このコミュニティの作り方とか教えますけれども、まあ、大体1万人ぐらい言うと、毎月6ヶ月、7ヶ月ぐらいすると、30万、40万でこうやってコンサルが入ってくるんですよ、ストックしてね。で、1年ぐらい行くと、まあ、何百万っていう方もいるんだけども、もしですね、この無料コンサルの内容を生かしてコミュニティ作れたら、弊社の代理店として、活動していただくということが、まあ、2つ目の条件ですよね。次にですね、弊社の投資先の開拓ですね。弊社 MDS ファンドっていう名前の通り、ドバイ本社で投資ファンドがメインの事業なんですけれども、まあ、エステサロンとか飲食店とかクラブとか、あとは整体とかいろんなところに投資してるわけなんですけれども、まあ、大体ね、みんな事業を作ってからなんか集客考えるじゃないですか。そうじゃなくて、集客を持ってる人に投資をして事業を作らすと大体成功するんですよ。なので、もしですね、皆さんが将来的に起業したいという意思があって、そういう方で、どんどん自分のコミュニティ集客媒体をインスタ上とかね、 SNS 上で作ってってっていう意思がある方ですね。これがまあ3つ目の、条件ですと。で、4つ目はですね、弊社の事業をほとんど全て広告費ゼロなんですよ。なので、もしですね、弊社のおかげで、個別無料コンサルのおかげでフォロワーが伸びたって言ったら、しっかりとあなたのおかげだよっていう口コミとかレピテーションを広げてくれるっていう意思がある方ですね。感謝できる方です。そういう方は、まあ、受けていいかなというふうに思ってます。なので、この4つのうち1つでも、いずれかですね、当てはまればいいかなということです。それ以外の方はちょっとお断りしますと。まあ、SNS がないと集客できないと、イコール絶対に事業が成功しないという時代ですけれども、ぜひですね、これに当てはまる方のみ、個別コンサルに進んでいただきたいと。当てはまる方は申し込んでください。よろしくお願いします。URU は一切広告を打たずに皆さんの口コミだけでこんだけ日本最大級のオンラインスクールになってるわけなんですが、なので皆さんも入学してめちゃめちゃ学べるじゃん、めちゃめちゃスキルつくやんという方はどんどん広めていただきたいんです。じゃあ具体的に URU に入学したら何すればいいのという話なんですが、まずは公式アプリを App Store とか Google Play Store からダウンロードしてください。まずアプリを開くといろんな学科があります。その学科をステップ方式でカフェ時間とか通勤時間に動画で学習しましょう。もしビジネスとか仕事でわからないことがあったら、実際にプロのマーケターとか税理士とか弁護士に直接聞けます。自分でイベントを企画したいとか、企画されている勉強会に参加したいというのも、全てアプリで仕事のつながりを作ったりできます。さらには隔週でやってる Zoom の竹花のライブで直接対面でコンサルを受けたり、さらに学んだスキルをアウトプットしてクラスターで収益化できたり、
また自分の近くにいる生徒を検索して会ってみたり、あとは UR 郵政がやってる事業やお店に行ってみたり、さらにはですよ、オフラインの全国イベント年に数回あります。一般の方は数十万円ですが、 UR 郵政はほぼ無料で参加できます。最後には卒業テストに合格して単位をすべてクリアすると、あなたが OB として ANA 無料で使えるようになります。そうなんです、これだけ質が高いからこそこんだけ巨大化するんです。これが UR オンラインスクールです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。